イングランドキックオフ、ピーター・クラウチ、サポートも寄っていく、上げさせません。ボールを奪う、さすがの身体能力、サイドをえぐって中を見る、ヘッドでのシュート、ファンプルシー、空いたスペースに走り込みます。強烈なシュートに素晴らしい反応で返しました。ナイスシュート。これは厚みのあるアタックになりそう。ファンペルシーが行きます。周りを確認したい。入るか。まだボールは生きています。ビッグチャンスだ。入りません。中を確認したい。ボールはどうだ。当然狙う。ここにサニアがいます。ボールにはウォルコット。クロスが上がった。ここで前半終了のホイッスル。攻撃に厚みを出してきます。ウォルコット、ファンペルシー、アルシャビン、まだキープします。決まるか。跳ね返りはどうだ。アグボンラホール、ディアビ、ボールをダッシュ、寄せが早い。入ってきたぞ。いい形を作りつつあります。ここでホイッスル、アーセナルボールです。フリーキックです。シュートは外れていきました。セスク・ファブレガス、中にボールが入る。オフサイドの旗が上がっています。レノン、ウェイン・ルーニー、いい形ができつつある。パンチングで弾きました。このパスは通さない。でのパス、ジョン・テリーがいました。あっとこぼれた。いました、レノンです。抜けてきた。素晴らしい動き。つながります。ゴールが見えてきた。決まった。同点ゴールです。うまく崩した。主審そのまま流します。そうですね、綺麗に通った。どうきますか。アドバンテージ、そしてクロスか。狙っていった。跳ね返った。試合終了です。試合の方は同点引き分けで終了しています。さあキックオフです。ファンペルシー、ウォルコット、周りを確認したい。ここでシュート。アルシャビン裏です。マンチェスターユナイテッド、今日は負けられませんね。そうですね、力的にも互角と言っていい相手。いやー紙一重。あっとこぼれた。ルーニーシュート、ゴール、マンチェスターユナイテッド。ファブレガスです。ホイッスルが鳴ってファール。ここはキーパーに任せます。何がいます。ベルバトフ、キャリック、ウェイン・ルーニー、ここはキーパー。このパスはダメでした。通りません。ウォルコット、いい形を作りつつあります。入ったがいました。フェルマーレン、ゴールが見えるか。キーパー飛び出して見事ボールを奪いました。スローインになりました。合わせてくるか。ルーニー、ゴール、ゴールです。に注目の何がいます。このシュートはさすがに強引か。エブラが体を入れる。ルーニー、何、エブラ、シュートコースがありませんでした。ルーニー入った。パスミスになりました。
キャッチはできません。取った。さあゴールの方向を向きたい。中にはどうだ。狙っていった。キーパーの手の中へ。何が絡んでくる。ルーニー決めに来た。コーナーキックで続きます。頭で合わせる。クリアできるか。試合はここで終了です。勝ったチームはいい内容で終われたと思っているのではないでしょうか。とにかく滑りやすいというあいにくのピッチコンディションとなってしまいました。つながった。フリーキックの判定で、このボールはキーパーへ。デニューソン、アルシャビン、ファンペルシー、ファブレガース、シュート。コースが変わります。体感があります。リオ・ファーディナンド、ルーニー入ってきたぞ。まだあります。あとは決めるだけ。オシェイ、ルイス・アントニオ・バレンシア、ゴールが見えてきた。素早く詰めたい。コーナーでチャンスは続きます。バレンシアが抑える。上がった。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ユナイテッドコーナーキック、カットします。ルーニー、何どうだ。コーナーキック、このヘッドは外れてしまいました。アントニオ・バレンシア強い。体をうまく使います。ボールを取った。ディフェンスが奪い返します。ボールにはウォルコット。いい形を作りつつあります。ディフェンス落ち着いていました。キャリック、パトリス・エブラ、ルーニー、ベルバトフ。いやー焦ってしまったか。動きが何です。ウェイン・ルーニー、さあゴールの方向を向きたい。コーナーキックからのチャンスです。ベルバトフ、攻撃を組み立てます。これは大きなゴールです。これはいい展開。ベルバトフ、これボールを蹴り出したい。ゴールだ。同点です。試合が終了いたしました。引き分けという決着に